皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。えー、本日はですね、真面目なけしからん話と、おふざけのけしからん話、日本立てで参ります。では参ります。はい、まずはこちらでございます。はい、大紀元さんですね。エポックタイムズさんでございますが、日本の在外交換に中国共産党員が勤務する恐れ。 政府は採用基準明確に示さずという記事でございます。えー、山尾しおりさんがですね、衆議院外務委員会で質問いたしました。内容といたしましては、中国に今日本の交換というのが8つ、8個ですね、あるそうなんですが、そこで現地採用の職員さんというのが282名おります。 その282名の中に中国共産党員はいますかとおいうことを聞いたんですが、お答えできないという回答が来たということでございます。えー、答えられないのに、交換の、えー、情報保護と秘密保全体制は徹底していると。徹底しているんだったら、いるかどうかぐらい答えなさいよっていう話なんですが、 えー、さらにですね、えぇ、ー、モテ外相がですね、現地職員の採用基準は明らかにできないということで、まるで中国を擁護するようなですね、えー、回答を国民に向かってしているということで、非常にけしからんニュースだと、いうことでございます。えー、これを受けまして、山尾さんがですね、ツイッターでこんな感じですね、 採用基準には中国共産党員でないことを入れて28、282人の方には再度セキュリティクリアランスをかけるべきだと。えー、いうことですね。をツイッターで言っております。えー、もう、あの、その通りということでございますね。はい。山尾志おさんはですね、あの、自民党の中谷源さんとともに IPAC という活動をしておりますね。 えー、対中政策に関する列国議会連盟ということで、えー、いろんな国の議員さんで中国に懸念を持っている方が自分の国を飛び越えて国際的に連合してこの中国に対するです、ねえー、対策政策というのを議論するようなそういう場になります。これの日本版、えー、ですね、JPAC かなというのも山尾さんやってますね。 はい、えー。という議員さんなんですけれども、えー、これはですね、えー、山尾さん個人の意見というわけではなくて、本当に結構かなり多くの日本国民の懸念というところでありますので、えー、政府としてはこんなことにもですね、答えられずに中国の顔色をうかが,がっているようでどうするんだということで、まあ非常にけしからんですね。今、あの、尖閣諸島に建てるべき標識がファーっと遠くなっていくような、そんな、 こう、幻みたいなものがですね、の、よぎりましたけれども、本当に情けないな、ということでございます。はい。では次はですね、ちょっと、おふざけの消しからんニュースということにはなるんですけれども、非常に消しからんニュースが飛び出てきております。そのニュースをご覧いただく前に、えー、実はバイデンさんがですね、えー、さっきの、まあ、動画で、影が薄いと。 不在大統領と不名誉なあだ名がですね、付きつつあるという情報を皆様にお届けさせていただきました。えー、バイデンさんは当然その対策といたしまして、移民にも来ないでと言ってみたり、えー、世界最強プーチンさんに暴言を吐いてみたりということで、話題を振りまして、まあ存在感を高めているわけですが、言葉だけではございません。次はですね、 トム・クルーズさんも真っ青なアクションシーンを国民に見せることによって、またその注目を取り戻しているということが判明いたしました。問題のバイデンさんによるスーパーアクションシーンの映像をご覧ください。えー、こちらになります。飛行機に乗ります。階段を上がっていきます。上がってきまして、1回、2回、3回ということで。 すさまじいアクションが繰り広げられております。えー、そしてまた階段を登ってきまして、くるっと振り返りまして短めの経緯。ちょっと恥ずかしいのか、早めに飛行機の中に退散。はい。いかがでしたでしょうかもう体を張ったですね、アクションシーンということで、やはり言葉だけではなく、行動でも見せる。 大統領ということで、さすが議員歴47年バイデンさんというところでございますが、けしからなのはここからでございます。こちらのニュースご覧ください。はい。AFPBB ニュースでございます。ついにですね、こういったバイデンさんのシーンを大手メディアが動画付きで報じるというところまで来てしまいました。就任してまだ2ヶ月ちょっとしか経っていないんですが、もうこんなところまで来てしまったと。 というところですが、この題名を見ていただきたいわけでございます。はい。バイデン氏、会談で繰り返しつまずく、専用機登場時というふうに書いてありますが、冒頭私が申し上げましたように、これは、えー、バイデンさんが影が薄い、不在大統領だと言われることに対するアンチテーゼとしてのアクションシーンでございます。それを繰り返しつまずく。まるで、バイデンさんが階段でこけたと。 いう記事の書き方をしております。大変けしからんということでございますが、しかもですね、この記事の中を見てみますと、非常に大きな事実誤認もあったりします。タラップの階段を半分ほど素早く上がったところでつまずいた。すぐに右手で手すりを掴んで体勢を戻そうとしたものの、再び足を踏み外し、階段に片膝をついたと書いてあります。つまり、2回こけたという文明になっております。しかし、 今私があそのアクションシーン見ていただきました通り3回こけてますジャーナリストすらもですねえ正確に判別できないクイックリーなアクションシーンだったということになりますがその3回こけているというところをですねもう今一度ですね私の視聴者様にはですね確認していただきたいというふうに思います別アングルからのアクションシーンこちらになりますはい横からですね階段登っていきます登っていきます はい、こけた。こけてフレームアウト。はい、膝の泥を払いましてですね、また駆け上がっていきまして、くるっと反転して、短めの敬礼から飛行機の中に消えていく。はい、横から見ていただきますと、2回目こけた後にさらにフレームアウトまでしてはいるわけですね。もうカメラから消えちゃってるわけです。 絶対3回こけてると。あいやあ3回アクションをしてるということでございますので、えー、ジャーナリストのですね、皆さんも、おバイデンさんのこのおアクションシーンに関して正確な分析もできていないのに、まるでバイデンさんがですね、えー、飛行機に登るときにこけたというようなですね、えー、事実5人のニュースを流しているということ、非常にけしからんということでございます。えー、そしてこのけしからんニュースがですね、 様々なメディアで取り上げられております。もう大手メディアさんからそうじゃないメディアさんも含めてなんですが、ちょっと足早いですね、順繰りどんなメディアで取り上げられているかご覧ください。こちらになります。はい。 もうお祭り騒ぎのようにですね、えー、取り上げられているわけでございますが、それに対してバイデンさんですね、風が強かったとういう子供みたいなことをですね、言っておりますけれども、えー、私ですね、えー、このバイデンさんのアクションシーンというのは、バイデンさんが単独で行ったものというふうに当初思っておりました。つまり、脚本監督、主演、すべてバイデンさんが え一人で行ったんではないかというふうに見ておりましたが、どうやらここに、ある大物が加担をしていた可能性というのが浮上してまいりました、えー。その情報をリークしてくださったのは、なんと、トランプ大統領のご子息であります、トランプジュニアさんでございます。 トランプジュニアさんがその証拠となる動画をリークして表に出してくれておりますので最後はその動画を見ながらお別れさせていただきたいと思いますどうやらトランプ大統領がバイデンさんに加担をしていた可能性がございますご視聴ありがとうございました